裏山の方は上から落ち葉がたくさん落ちてきますので、特別私の方で落ち葉を集めなくても、集めて株周りにやんなくても、まあ、自然に落ち葉が歳月をかけて土に馴染んでいきますのでね、バナナはほぼ植えっぱなしでいけますね。さて山道でまだ1時間もやってないんですが、落ち葉をこのように結構集めました。もう2回ぐらいは来て、また十分拾えるんじゃないかと思いますね。この山道の上の、まあ、東側はうちの土地ではありませんが、そこからも落ち葉が相当落ちてきますのでね、それらも含めて拾えばまだまだあると思います。この辺までしかまだ拾ってなくて、溝の分はまだ全然拾ってないので、まだまだたっぷり落ち葉はありますね。まあバナナを栽培して、あとちょっと芋、豆、菜っぱなどを育てて、こういう閑静なあまり人が来ないようなどこか一角に小さな住まい、いおりでも建てて、そこで暮らしてれば一番いいように思いますがね。私は人付き合いはしないし、作って食べて瞑想する、ラマナマハルシ学習だけが生きがいみたいなものですから、まあこういうところにですね、本当は住んで、それこそ自分が提唱してきたノーアルヨガ生活を淡々とやるのが一番いいように思うんですがね、まあ、それまでの兼ね合い関係で今いる家に住んだりしてここに通ってこなきゃいけないんですけれども、まあそれぞれに下脱者以外はしがらみを持っていますので、そういうしがらみの中でいかにしがらみを少なくしてシンプルライフを生きれるかということですね。まあ特に私たちみたいな余生を送る年代の者たちにとってはそうですね。私は子供もいませんので、子供とか孫のことで愛着憎悪することもありませんし、こだわる対象、取り巻きというのは非常にもう少ない環境になってきてるんですね。北海道から南の方まで、あちこちでいろいろな講習会をやっていた頃は、それなりに人との兼ね合い関係などと、そこから生じるしがらみがあれこれありましたが、まあだんだんそういうのもおのずと身から落ちていって、今は回るような生活をしていればいいだけということになりました。